トシェビーチのユダヤ人地区と聖プロコピウスのバシリカはチェコの世界遺産の一つでキリスト教徒とユダヤ教徒の共存を伝えているトシェビーチのユダヤ人地区、ユダヤ人墓地、聖プロコピウスのバシリカの三県を対象としている。トシェビーチに残るユダヤ人地区とユダヤ人墓地はいずれもチェコ最大規模とされるものであり、1990年にトシェビーチが 歴史保護区の指定を受けた際に、聖プロコピウスのバシリカと共に保護区内に含まれた。世界遺産としての正式な推薦は2001年11月16日に行われた。ユダヤ人地区そのものは、プラハ歴史地区の一部など、既存の世界遺産登録物件にも存在した。しかし、都市ビーチのユダヤ人地区は、シナゴーグ、学校、病院、工場などのような、 ユダヤ人集落の全機能を含む最も完全なものであり、中央ヨーロッパのユダヤ人地区を代表すると評価され、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は登録を勧告した。2003年の第27回世界遺産委員会では、韓国通りに登録が認められ、チェコでは12件目の世界遺産となった。世界遺産としての正式名は英語。 獣医宿オーターストリートプラコピアス、バシリカインチェビーチ、フランス語、レクアルティエジューイフ・イラ・ボザリー・クセインと、プラコプでチェビーチである。その日本語名は、都市名をどう表記するかも含めて、以下のように揺れがある。ユダヤ人地区、都市ビーチでは1101年に、ベネディクト会の修道院が設立され、これが、市場の成立、ひいては町の形成につながった。 市場が形成されて商人が訪れるようになると、そこに含まれていたユダヤ人の中には、修道院近くに定住する者も現れ、これが最初のユダヤ人居住区の成立に結びついた。この集落は15世紀になると、イフラバカワサガに移転し、これが現存するユダヤ人地区の起源となった。トシェビーチは、ボヘミア兄弟団の影響が強かった時期を経て、 30年戦争初期の白山の戦いを機にカトリックのバルト指定ン家の支配下に入ったが、同家はプロテスタントやユダヤ人には寛容な姿勢を保った。この地区のユダヤ人は当時の他の町と異なり、手工業技術の習得が認められていたため、16世紀から17世紀には商業のほか手工業を営む者たちもいた。 19世紀初頭のトシェビーチのユダヤ人は1170人を数え、これはモラビア地方最大だったとされる。1890年には約1500人になり、第二次世界大戦直前には1700人に達したと言われるが、ナチスのユダヤ人迫害によって多くが流出し、残ったのは300人に過ぎなかった。その300人も強制収容所送りとなり、 三人を除いてみな死んだ。そのため、ユダヤ人地区に住むユダヤ人はいなくなり、戦後は非ユダヤ人の低所得者層などが入居した。しかし、かつてのユダヤ色の残る123棟の住宅や、新旧二つのシナゴーグが保存されており、それらが世界遺産に登録された。世界遺産の構成資産としてのユダヤ人地区は、面積4.34ヘクタール。 干渉地帯は他の構成資産との合算で136.89ヘクタールである。ユダヤ人墓地、トシェビーチに最初に作られたユダヤ人墓地は修道院の近くにあったが15世紀のハンガリー信仰で破壊された。代わりとなる墓地は高台の上に築かれ、これが現存するユダヤ人墓地となっている。現存する墓地について、 アイコモスの韓国書では15世紀以来の部分と19世紀以降の部分に分けられると説明されているが、いくつかの日本語文献では17世紀前半の墓が現存最古とされている。ユダヤ人墓地としてはチェコ最大で墓の数は約3000とも約4000とも言われる。20世紀初頭には墓地入り口に僧霊用の儀式の家が建てられた。 世界遺産構成資産としてのユダヤ人墓地の面積は1.13ヘクタールである。登録当初は1.23ヘクタールだった。聖プロコピウスのバシリカ聖プロコピウスのバシリカは13世紀に建設された。もともとはベネディクト海修道院の付属聖堂であり、かつては聖マリア大聖堂と呼ばれていた。しかし1468年のハンガリー軍の侵攻によって、 修道院とバシリカは破壊された。バシリカは再建されたものの、16世紀に城として再建された修道院ともども宗教的な機能を創出することとなった。元々のバシリカはロマネスク様式でフランス、ドイツなどの影響を受けた初期ゴシック建築の要素が混じっていたが、18世紀にマキシミリアンカニカの改修を経てバロック建築の要素も加わった。 世界遺産構成資産としてのセープロコピウスのバシリカの面積は1.08ヘクタールである。世界遺産の構成資産としてのセープロコピウスのバシリカはユダヤ人集落建設の動機づけとなった文化的、経済的文脈を代表するものと位置づけられている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。